リベンジ、はい、してますのでね。はい、さあそのダブルスから VTR で、今日のゲーム振り返っていきたいと思いますが、最初はこのね、ちゃんとジャンの日本生命のコンビ、まあもうおなじみのペアで圧倒的な安定感があるんですが、この鈴木安藤がその後ゲームを取っていくという流れで、この2人が徐々にですけれども、コンビネーションも良くなってきてるんでしょうかね。そうですね、鈴木さんもね、はい、すごくいいボール打ちますし、はい、安藤さんのアシストをねしっかりしてくれたと思いますね。はい、そして第2マッチです。森さくらとハン・インですが、気がつけば範囲のペースだったという試合でしたね。はい、森選手のねループドライブ有効だったんですけれども、ね、はい、後半はハン選手の変化、カットの変化、ナックルの回転に少し苦戦したかなということでしたね。はい、ということでハン・インが第2マッチ取りまして、マッチカウント2対0ということに、なりました。このあとハーフタイムを挟んでジャン・ホイとエリザベタ・サマラなんですが、もう明らかにジャンのペースだったんですよね、ゲーム。はい、もう第3ゲーム途中まではもう手がつけられないジャンの良さだったんですが、はい、途中この第3ゲーム 5-0 まで行ってからの逆転勝ち、はい、すごいですね。そうですね、スピードの変化にジャン・ホイ選手が徐々に調子を崩していきましたよね。はい、サマラ選手も諦めない ね、 試合がね、よく諦めずに感動しましたね。はい、今最後ハートの強さを自分でもアピールしてましたが、見事でした。そして最後は前田美優とソ・ヒョウォンのゲーム、当初一進一退かなと思われたんですが、まあ、全体的に最後の流れを持ってたのは前田だったってことですかね。そうですね、前田選手やはりソ選手に攻められることを嫌がらなかったですよね。そうですね、はい、それとやはりバックのツッツキからの攻めが有効だったと思いますね。はい、徐々に形を作って、最後は前田もねミスがあったりもしたんですが、スマッシュが決まり始めるとやはり自分のポイントになっていたという形です。